はい、クジラクジラ。なんだね。佐久間大介率いるスノーマンいんじゃん。いるね。キムタクにスノーマンについて聞く機会があったみたいね。そうなんだ、嬉しいね。キムタクといえばスマップを解散させた超本人だもんな。いやいや、木村さんだけの責任じゃないけどね。親友の慎吾とは連絡を取り合っているのかな。そう思う世良さんって解散の真相を知らないのかな。そんなことよりスノーマンのことだよ。スマップもスノーマンも S から始まるのよ。そうだね。そんなキムタクにスノーマンって知っていますかって聞いたら、うん、もちろんって言ったんだよ。同じ事務所だからね。ストーンズのことは知らなかったみたいだけど。本当に？で、スノーマンの中で木村さんが才能に嫉妬するメンバーは誰ですか聞いたんだよ。誰？ラウールさんか佐久間大介さん？違う。誰だろう？該当者なしだって。